自分と全く同じ人間がもう一人いる。そんな未来が来たらあなたはどうしますか？遡ること3年前の2018年1月、アメリカの科学誌に衝撃的な論文が発表されたんです。その論文を発表したのは中国の研究チーム。彼らが発表した内容は、猿の体細胞を利用して遺伝的に同じ情報を持つ猿を2匹誕生させることに成功したというもの。つまり、クローン猿の誕生に成功したというんです。そして2021年、中国の別の研究チームがさらに驚きの研究結果を発表。なんと、ある生き物を生み出すことに成功したというんです。中国の研究チームが生み出した生物とは、人間と猿のキメラ。繰り返される動物実験とともに進歩してきたクローン技術、数々の研究を重ね、人間はついに霊長類のクローンに成功するんです。果たしてその先にあるのは人間のクローンなんでしょうか？オサス、毎日ストレッチすると体調良くなるよ、ケンちゃんです。マリリン・モンローのクローンです。ヤリヤミコです。本日ね、皆様にご紹介するのはですね、生き物のクローン技術についてなんです。うん、なんか一昔前さ、スター・ウォーズとかさ、クローンとか出てくるんじゃない？ああいうのでよく聞いてたけど、最近聞かないわね、それ。まあメディアにはね、あんまり取り上げられてはいないんですけれども、うん、最近はね、うん。やっぱね、技術はね、前進しかないんでね。今とんでもないことになってますよ。まあそもそもね、人類はこれまでね、一体どんなクローン技術をね、開発してきたのか、そこから見ていきたいと思います。クローンの歴史。遡ること126年前の1895年、イタリア・ナポリにある海洋生物研究所が今回の舞台。この研究所に一人のドイツ人生物学者が勤めていました。彼の名はハンス・ドリーシュ。ハンスはある日こんなことを思いつくんです。受精卵が最初に細胞分裂して2つになった状態で無理やり引き剥がせば、受精卵が2つになるのではないか。通常動物というのは1つの受精卵が細胞分裂して2つ4つと分裂していき、だんだんと細胞の数が増えて体が作られていくんです。ハンスが着目したのはこの最初の細胞分裂。1つの細胞が2つのくっついた細胞になった段階で切り離して育てることはできないかと考えたんです。ハンスが実際に実験してみると、細胞分裂した受精卵は2つに分かれ、まるで最初から2つの受精卵があったかのようになりました。そして2つになった細胞はどちらも細胞分裂を続け、本来1つしかできないはずの受精卵から2つのウニが誕生したんです。このウニこそ人類が生み出した世界初のクローン。ハンスの実験は世界初の偉業を成し遂げたんです。ウニのクローンなんで、もウニ食べ放題じゃない今から。やべえな、やべえな、価格崩壊起きちゃうんじゃない？それ食べてんな。そしてね、これ以降ね、世界中でどんどんクローンのね、研究が進んでいくんです。それから約60年後の1952年、アメリカの生物学者がカエルのクローンを作り出すことに成功。その方法もハンスが行ったように、受精卵を分割する方法ではなく、まだ受精していない卵子に体細胞を移植して成長させるという方法に進化していました。そして1996年7月、世界中で話題になったクローン動物が誕生。羊のドリーです。ドリーは羊の乳腺の細胞を受精前の卵子に移植させることによって誕生したクローンなんです。なぜドリーの誕生が世界中で話題になったのか。実はドリーより前に成功していたクローンはウニやカエルなど哺乳類以外の生き物ばかりだったんです。そのため人類のクローンなど夢のまた夢だと思われていました。しかし人間と同じ哺乳類である羊のクローンが成功したことにより、哺乳類でもクローンが作れることが証明されたんです。つまり人間のクローンも可能なのではないかという期待が高まりました。こうしてドリーは哺乳類で体細胞からクローンを誕生させた初の例として世間を騒がせたんです。ドリーが話題になったのを私も覚えてたけど、こういった理由で話題になってたっていうのを初めて知った、まあね、その当時の人からしたら人間のクローンなんてね、また夢のまた夢ってね、うん、思ってたんですけど、もうドリーの誕生によってね、いけんじゃねみたいなね、そういう機運がね、高まってたんですよ。そんなね、生き物のクローン研究なんですが、この20年でさらに進展しているんです。ドリーの成功以降も世界各地でクローンの研究は進化を続けました。哺乳類の成功例も羊だけではなく、牛、猫、犬、馬、ラットなど実に23種類にも上ります。しかしそんな中でもクローンがなかなか成功しない動物がいました。その動物は猿。猿のような霊長類のクローンは難しく、順調に妊娠しても生まれないことがほとんどでした。ところが今から3年前の2018年1月、中国科学院神経科学研究所が驚くべき成果を発表します。なんとカニクイザルのクローンを2匹生み出すことに成功したというんです。カニクイザルで何？ついに霊長類という哺乳類の中でもさらに人間に近い存在のクローンまで人類は生み出すことに成功したんです。そんな中国で別の研究チームが2019年に生み出したのが、なんと人間と猿のキメラ。もうなんか怖い、怖いよ、なんかキメラって。キメラ敵のキャラとかさ、ゲームでよく出てくるやつよね。まあそうなんですよね、うん、というわけでね、キメラね、ちゃんと解説しますよ皆さん、ご安心ください。なぜならアルゴメトリなんでね。というわけで本日のメトラキーワース、キメラ。
キメラとは一つの体の中に2種類以上の異なる遺伝子を持つ生物のこと。クローンが同じ遺伝子を持つ生物が複数いる状態なのに対して、キメラは同じ体の中に違う生き物の遺伝子がある状態。つまり生き物のコピーがクローンで合成したのがキメラってことよね。人間と猿のキメラってやばくない？キメラという言葉はギリシャ神話に登場するライオンの頭とヤギの胴体、毒蛇の尻尾を持つ怪物キマイラに由来するんです。例えばドラゴンクエストに出てくるキメラはハゲタカとヘビの合成獣。他にもゲームや漫画、アニメなど複数の生き物を合成させたキャラクターとしてよく登場しているんです。そういったのもケンタウロスとか人魚とかもキメラじゃない？そうよね、本当に。どうしよう、そう言えるかもしれないわね。実は動物では難しいクローンやキメラも植物では当たり前に行われているんです。そもそもクローンは本来挿し木という意味ですし、キメラにあたる栽培方法に接ぎ木というものがあるんです。接ぎ木は異なる種類を組み合わせて育てていて、過去にはトマピーナというトマト、ピーマン、ナスの3種を接ぎ木して作られた野菜もあるんです。トマピーナ、名前は可愛いけど美味しいのかしら。これ天井に作られたものなんで、食用としてはね、市場に出回っていなピーナ。どうせ作るなら食べる用に作ってほしいけどね、展示だけじゃなくて。ってことはさ、その人間と猿のキメラってのも展示用に作ったってこと？何食べてんねんあんた。実は食べる用だけじゃないんですよ、目的としては、ね、あるね、別の目的のためにキメラっていうのが作られたピーナなんです。クローンやキメラの存在。実は人間と他の動物のキメラは2019年の猿とのキメラ以前にも開発されています。一番最初に人間とのキメラが作られた動物はウサギでした。2003年、上海の研究所がウサギの卵子に人間の細胞を注入することに成功。その生物は結局生まれることはありませんでしたが、ウサギの卵子を使ったにもかかわらずほぼ人間の DNA を持っていたそうなんです。キメラの研究はその後も続き、2010年にはほぼ完全な人肝臓を持つマウスが誕生しています。他にもキメラの研究では背中に人間の耳がくっついたマウスなど衝撃的な見た目の生き物が生まれ、たびたび話題になっているんです。何この見た目、おふざけ半分で作ってるでしょこれ。まあ、確かにね、怖かったりね、もう気持ち悪がられたりするんですけど、研究者がね無意に作ってるわけじゃないんですよ。やっぱりね、ある目的がアルピーナなんです。研究者がこれらのキメラを作ったのは人間の医療の発達のためなんです。例えば先ほど紹介した人肝臓を持つマウスはマラリア、 B 型肝炎、 C 型肝炎などの病気の研究のために開発されたんです。これらのような人間とチンパンジーのみが発症する病気を研究する場合、従来であれば実験にはチンパンジーが用いられてきました。しかし倫理的観点からチンパンジーではなくマウスの肝臓だけを人間と同じにして実験する方法が提案され、その結果生まれたキメラがこの人肝臓を持ったマウスなんです。背中に耳がくっついたマウスは耳の再建に苦労している人のために行われました。チンパンジーがダメでマウスがいいのかっていうところはあると思うんだけど、まあ、一応ちゃんとした目的はあるのね。ほとんどはね、医療目的で作られたんですよ。ですがね、それ以外の理由で作られたキメラもいるんです。人と猿のキメラが開発されるよりも約50年ほど前の1967年、中国の科学者によって人とチンパンジーのキメラ、ヒューマンジーが誕生しかけたという噂があるんです。その作り方は他のキメラと比べると至って単純で、人間の精子でチンパンジーのメスを妊娠させるというもの。しかしなんとこの実験が成功したんです。マジで？ところが妊娠3ヶ月の頃に中国で文化大革命が発生。この混乱に乗じてヒューマンジーの研究所も襲われ、母親チンパンジーも死亡してしまったため、ヒューマンジーが生まれることはありませんでした。もしヒューマンジーが生まれていれば、大きな脳と達者な口を持ったより進化したチンパンジーを作り出すことができたと考えられているんです。ではヒューマンジーは何のために作られようとしていたのか。当時の科学者たちがヒューマンジーに期待していたこと、それは都合の良い労働力。実は馬車の運転や家畜の飼育といった人間が避ける職業や宇宙での作業といった危険を伴う仕事を人間の代わりにヒューマンジーに押し付けようとしていたんです。最低だな。ちょっと発想がゲスすぎて、そう考えると逆に生まれなくてよかったんじゃないって私思っちゃうけど、これまあね、いろんな意見あるんですけどね、皆さんもねここまでの話聞いてて、やっぱ倫理的にどうなんて思う人もねいると思うんですよ。結構世界的にはそういう風潮なんですけど、ですがね、クローンとかキメラの成功例、やたら中国が多くないですか？もしこれまで気づきましたか皆さん。そういえば研究してるのは中国以外の海外の研究者だけど、場所は中国っていう例が多いよね。いや、そうなんです。実はね、それにもちゃんとした理由があるピーなんです。人間クローンの倫理性。
世界ではクローンやキメラの研究が進むたびに倫理の問題が必ず発生してきました。ではどうしてクローンやキメラの実験は倫理的に NG だと言われるのか。これらの実験を倫理的に問題視する人の考えは根底に人間が命を作り出していいのかという疑問があるんです。これは宗教観とも関わるものなんですが、生命は神様が作り出すものという考えの宗教が世界には多くあり、こういった遺伝子操作の研究自体が禁忌とされている国も多くあるんです。その上、生命の中でも人間を作り出してはいけないという点は宗教に関わらず世界中でほぼ共通の認識となっています。特に人間の場合は受精卵以降は生命という認識があるため、クローン研究は人間の命を落としかねない実験、もっと極端に言えば殺人行為となってしまうんです。日本でもクローン羊のドリーが話題になった4年後、法律でクローンを禁止するクローン技術規制法が可決しています。しかし一方で、禁止されてもなおクローン技術を研究したい人が世界には数多くいるんです。なあ、そんなさ、クローンにこだわんの。寝坊した時の代理でも欲しいわけ。大学の時の俺にあったらな。私のクローン確かに欲しくないわ。私みたいなやつがもう一人いるんでしょ。いや、闇子さんみたいな人がいたとしても、闇子さんじゃない、闇子さんはそのままでいいんですよ。はい、闇子ピーナ。まあ、そもそもクローンはね、倫理的にね問題となるテーマなんですけど、うん、一方で医療的にはね、かなりね有用なテーマでもあるんです。実はクローンを生み出すための技術というのは、再生医療や難病の治療の開発と切っても切れない関係なんです。皆さんは ES 細胞というものを聞いたことがあるでしょうか。私たちの体は様々な種類の細胞が組み合わさってできているんですが、 ES 細胞はどの細胞にもなることができる可能性を秘めている細胞なんです。例えば肌の細胞をいくら増やしても、肌が増えていくだけで内臓が突然出来上がることはないんです。しかしこの ES 細胞は肌にも内臓にも血液や神経にもなる可能性があると言われているんです。すげえな。この ES 細胞が実用化できれば、事故で体の一部を失った人や病気で臓器提供を待つ人の救いになるだけではなく、現代医療では治療が難しい難病を克服できる可能性もあるんです。ですがここでも受精卵以降は生命という問題が立ちはだかるんです。 ES 細胞に関しては研究を認める国がある一方で、アメリカなどの国では研究が打ち切られているんです。その結果、科学者が次に目をつけたのが人間に近い霊長類という存在。猿などであれば人間ではないので殺人にはなりません。しかし今度は動物虐待という観点から実験は問題視されるんです。多くの国では霊長類をはじめとした医学的研究は動物虐待を禁止する法律に沿って研究しなければならないとされているんです。そんな中、動物虐待を取り締まる法律がない国が中国。クローンの研究を禁止する国が多い中、自由にクローン技術の研究ができる中国は研究者にとって最後の砦なんです。キメラやクローンの研究は人類が解決できない再生医療や難病治療を可能にしてくれるかもしれない。医療従事者にとってはまさに夢のような研究。しかし法律や倫理の問題で自分の国では研究がなかなか進まないため、彼らは中国の研究チームと手を組み、中国で実験を行っています。例えば先ほど紹介したカニクイザルのクローンも、開発した研究所は中国なんですが、研究にはアメリカのチームも関わっているんです。とあるアナリストは中国のことをこう表現しています。中国は他の国で倫理的に問題のある研究の登記場であり、大きな試験管だ。難しい問題よね、これね。人は受精卵の時点でダメなのに猿はセーフとかさ、猿はかわいそうなのにマウスはオッケーとか、線引きがめちゃくちゃ難しい話ね、これ。人間により近いね、DNA を持つ動物を扱うことに対するこうね、まあなんて言うんでしょうね、人間側のエゴじゃないですか、それも結局ね、どの国でも人間を作り出すのは NG だと思うんだけど、まあ、結局それはファンタジーの中だけの話ってことよね、それは。だったらね、まだね、倫理的にはいいのかもしれないですけど、ついにね、禁断の領域に手を出してしまったね、国が出てきてしまうんです。禁断の領域。クローンザルが発表された翌年の2019年、中国の科学者フージェンクイ准教授が、いずれなとんでもない研究結果を発表しました。私の研究により世界で初めてゲノム編集ベビーが誕生した。フー准教授が誕生させたのは、ある特徴を持った女性の双子。その双子の特徴とは HIV、 いわゆるエイズウイルスに感染しないこと。この実験は HIV 陽性の父親と HIV 陰性の母の夫婦から生まれた受精卵をクリスパーと呼ばれる遺伝子を編集する技術で操作し誕生させたというんです。クリスパーという技術自体は2012年からある難病治療に活用されている技術で、確かに理論上はこの遺伝子操作で HIV の遺伝を予防できるんです。しかしこの実験は世界中で問題視されました。キメラやクローンの実験が行われている中国でさえも、フー准教授のことを神をも恐れるモンスターと評価し、フー准教授は裁判所で懲役3年の判決が下されたんです。この実験が問題視されたのは、受精卵を改変したという部分。法律上、受精卵は命を持っている生命、つまり人間なんです。受精卵を改変するという行為は人間を
勝手に作り変えたということになってしまうんです。また風准教授の実験は理論的には可能なんですが、直接生まれる子供だけではなく未来の子孫にもどのように影響するのか不明な点が多すぎるため危険だと判断されました。病気が遺伝しないっていうのはいいんだけど、他に何かわけわかんないものが遺伝するとかも不安で仕方ないわよこれ。ちなみにね、このフー教授なんですけれど、研究のね正当性を主張してはいるんですけど、その一方でね大学をね無断でね、休んでこう秘密裏に研究してたんです。結局後ろめたかったんだよねこの人も。このように人間の遺伝子操作まで実験が進んでしまっている中国、人間のクローンも時間の問題なのかもしれません。果たして私たちはその時クローンで作り出された命とどのように向き合えばいいのでしょうか。というわけでね、皆さんね、ここでね一つねお願いがあるんですけれども、なんとですね我々ねインスタグラムもねやってるんでね、よかったらね概要欄から飛んでねぜひ登録していただきたいっていうのが1点と2点目が、アルゴメトリーの動画もう上がってたのに気づかなかったみたいな視聴者の皆さん結構いるんですけれども、 YouTube の右下がかなベルマークみたいなのがあるんで、そこの通知をねオンにするとアルゴメトリーが動画をアップしたらねすぐ見れるんで、ぜひ動画アップした直後のね熱々ホッティーワンホクホクな動画をね見てください。というわけでね、本日もアルゴメトリーご視聴ありがとうございました。私のキャピキャピ港区女子生活が見たい人はインスタをフォローしてね。チュッ。We'll be right back.